お疲れ様です。10月4日金曜日朝6時の相場解説です。えー、今日はですね、いよいよ石破ショック第2弾のドル高が止まるかどうかってところをね、見ていくことになると思います。まあ、石破ショック第1弾はこちらで総裁に指名されたところですね。まあ選挙で勝ったっていうところですけどもね。それから石破ショック第2弾はこちらです。えー、金利を上げる必要はないんじゃないかなってことを言うと、 ドルの方に資金が流れていったってことですよ、ね、まあこのように石破新総裁新総理がですね何かことを起こすたんびにもう2つのショックが今起きて元に戻ったということにはなりますけどもさあ今回起きた石破ショック第2弾のドル高そろそろ止まったんではないかなというふうに見ることができますこの辺を中心にお話していきますねそれでは冷やしからです日足を ご覧いただくと石破ショックでドカーンと上がった要線なんですけども次の確定した要線は極端に短くなってますねこれを見るとさすがにドル高はもうここまでかなっていうところがありますさらに今形成中の要線ですけどもこれがですね陰線になるようでしたらもうこのドル高は止まりですねというのがまだまだドルが高くなるよっていうふうな見込みがあれば利益確定よりも 新しい資金がどん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 入ってきてドル高がすぐ進むはずなんですよねただこの辺りでポジションを取った人が利益を確定すると上昇圧力がなくなっていって徐々に収まっていってしまいには買われすぎた部分が売りに入ってですね新しい売りポジションでまあ跳ね戻しみたいなことがこれから起きるというふうに考えられますただ残念ながら今日金曜日なんで土日で反値落としを確認することができないんですよね まあですのでもしかしたらこの戻しっていうのは来週に持ち越す形になるかもしれません次は4時間です4時間をご覧いただくと石破ショックでドカーンと上がったところが陽線が徐々に短くなっていって陰線に変わってそして実体がものすごくちっちゃくなって上下の比を出していくってことになりますんで4時間を見るとこの2つの価格帯の中で止まってるなってことが分かります で、大きく見積もっても、この、ね、7 0ピップスぐらいの赤い線の中で止まったってことになりますね。ですんで、大きくはこの上下7 0ピップスほどのレンジ、上が147円の、まあ、200あたりですね。で、下が146円の500あたり、汚い字ですみませんけども、この範囲のレンジでこの四角ができていて、 これがどういう風に推移するかなってところを今日は見ていくことになると思います。えー、下半分のレンジに戻っていくのか、それとも上半分のレンジに向かっていくのか、まあこういったところを見ていけば、まあなんとなく判断はつきやすいんじゃないかなと思いますね。ではもう一回1時間を見ていきます。今のところこの下のレンジでどまっているように見えますね。で 上の方の半分を使ったときは、このヒゲを出して急速に戻ってますので、ここから何か仕掛けるとしたら、やっぱり下のこの 50pips ほどの 40pips ぐらいかな、このレンジで、ちょっと狭いんですけども、レンジオプションを取ることになると思います。で、このレンジをブレイクしたら、飛び乗って飛び降りるっていう風なね、ことができれば、ここの利幅も期待できますね。飛び乗って飛び降りるんですよ。まごまごしていったら、 このヒゲに引き戻されてまで下に抜けることはないんじゃないかなと思いますけどももし下に抜けるようでしたらこのヒゲ先を目安にここからブレイクアウトを取っていけばいいんじゃないかなと思います今日の方針はそんなとこですけども金曜日ってこともありますしね、まあ、難易度はやっぱり高いですからちょっと無理ができない方はこの40周ちょっと見てるだけになるかもしれません しかし、昨日と一昨日に取り損なった方は、少なくとも今日は挑戦しない方がいいと思います。で、今週、行くばっかの利益が取れた方、もしくは勉強のために今日ね、トレードしてみたいよって方は、小学なりデモトレードで、このレンジに立ち向かってみてください、えー。短いレンジ、要するに上下の幅がすごくね、小さいレンジですから、あの、結構ね、貼り付ける方じゃないと、今日は対応難しいと思いますよ。貼り付けない方は、 夕方の相場解説まとめの方でご確認いただいて力をつけていただければ次のチャンスに乗ることができるんじゃないかなと思います。はい、それでは本日もよろしくお願いします。